この動画は健康や食材について私が興味を持って調べたことを毎回テーマを絞ってお伝えします。世界各地の観光名所とともにお楽しみください。簡単にできるウォーキングによるダイエット方法。簡単にできるダイエット方法の一つにウォーキングダイエットがあります。毎日のジョギングや水泳で目標体重まで落としたいという話はよく聞きますが、運動を主体としたダイエットは続けることが困難なようです。ウォーキングのように自分のペースで歩けて疲れはするけど辛くない運動なら長く続けられるダイエット方法ではないでしょうか。ほとんどの人が当たり前のように歩くという動作を行っていますので、ウォーキングダイエットは誰にでもできる簡単なダイエット方法です。確かにきちんとウェアを着て運動靴を履いて毎日1時間ウォーキングできればダイエット法としては最適なのです。けれども他の予定やすべきことがたくさん詰まっている状況下で毎日歩き続けるとなるとかなり大変なことでしょう。ウォーキングダイエットに相当する運動量を簡単に賄うには、出かけるときに乗り物に乗る距離をいつもより少なくすることです。一駅といっても歩くと10分から15分くらいはかかるところがほとんどですので、しっかりダイエット効果は得られます。軽い運動に思われがちですが、ウォーキングは立派な有酸素運動であり、蓄積された体脂肪を効率よく燃やすことができます。ウォーキングで体を鍛え、基礎代謝を高くすることができればダイエットのしやすい体にできます。簡単にできるダイエットは、食生活や生活を改善しつつようやく体重が減ってくるまで待つ必要があります。代わりにリバウンドの危険性も他の短期間に痩せるダイエットよりも少ないというメリットがあります。少し早起きして簡単なダイエット方法であるウォーキングダイエットを始めてみませんか？今回はウォーキングについてお話しいたしました。それではまたの機会にお会いいたしましょう。ありがとうございました。